物語シリーズオフシーズン。これは原作全部読んでるから内容は知っているけど、やっぱりアニメは久々なので懐かしいなって感じでしたね。シリーズを追うごとに内容は薄くなったり微妙になったりしていると個人的には思うので、まあ雰囲気を楽しめたらいいなと思っています。以上、物語シリーズのお話でした。